昨日は小倉さんのチャンネルでライブをしました。絵描き屋の乙女です。で、タロイモさんとですね、ライブの日付が決まりました。4月の2日かな、4月2日になったので、また4月の2日ですね、多分夕方ぐらい、あ、見れてるかな、なんか見れてるって方と止まっちゃってるっていう方がいるみたいです。あ、でも人数増えた、なんだろう、なんでかな、すいません、私さっきライブのボタンを押したくせに一回間違えて消しちゃって、それでもしかしたら固まったまんまの画面が映ってるのかもしれないです。今はつながったみたいです。ありがとうございます。あ、みんな見れてるって、よかった。お疲れ様です。みんなお仕事帰りかな、お疲れ様です。今日はですね、ペインターのお友達と作品撮りをしてですね、またちょっと、あ、こっちじゃないな、動画を上げようと思うんですけど、前に私がパンダメイクを、あ、お疲れ様です、ブラックアンパンマンさん、お疲れ様です。前にボディペイントでこのパンダのフェイスペイントをしたんですけど、その時に、あ、違うな、アニマルメイクのその前だ、骸骨のメイクかな、メキシカンスカルでこうドクロのハロウィンの時にメイクをしたんですけど、ハロウィンではないかったかもしれないけど、いつだっけ、まあそのメキシカンスカルどころですね、なんか海外だとメキシコのお祭りで死者の日っていうのがあるらしくて、それで、カラフルなドクロをフェイスペイントをするそうです。でその時にペインターコラボで、フェイスペイントしてもらったおふみさんと今日は作品撮りをしました。でね、また動画でアップしますけど、再生見えるかな、あ、こんなんじゃ無理だね、画面光っちゃって見えないけど、まあちょっと美人さんなんでね、全然逆だな、こんな、あ、ちょっと見える、ちょっと見えるみたい、ちょっとボディーアートの作品撮りをしました。これじゃ全然絵がなんとなくわかるかな。またあの動画編集してペイントの動画もアップするので、よかったら見てみてください。で、昨日小倉さんのチャンネルでライブをさせて、ライブでちょっと出させてもらって、今 LINE のスタンプも下書きを制作中です。A ちゃんさんのスタンプ、 LINE スタンプを作ってるので、もしこのコメントが欲しいっていうのがあったら教えてください。今日あの小倉さんからメールが来て、候補が24個ぐらいかな、これとこれとこれ。ああ見えてるかな、よかった。なんかこうこんな感じのスタンプ作ってほしいっていう文章は今日来てたんで、また制作の動画を撮ろうと思います。で今日ね、ちょっと模様替えをしてね、ウーパーがライブに出演できることになったから、あ、よかった、見れました。ごめんなさい、なんかトラブルいろいろあったみたいで、ちょっと模様替えをしてですね、お家にいたウーパールーパーがこっちのお部屋にやってきたんですけど、みんな尻尾しかないな。ちょうど2人とも隠れちゃいましたね。おーい、出ておいで、おーい、出て、大丈夫です。ね、ウーパーちゃんのご飯はどこ行っちゃったかな、あれ。でウーパールーパーはね、いただき物なんかちっちゃい時にもらって、あ、赤ちゃんがいっぱい生まれたよって言ってウーパーをもらってですね、あら、ウーパーのご飯がいなくなっちゃったよ。どこ行ったんだ、メダカの餌しか出てこなくなっちゃった、さっきあったんだけど、あ、ありました、ありました、みたいな。お腹が鳴ってる音なんでしょうね、なんか変な音がしますか、大丈夫かな、私がお腹が鳴ってる音かな。大丈夫かな。後ろの写真ですか、後ろの写真はこれみんな妊婦さんのお腹に絵を描いたやつです。一応ですね、お仕事はメインはボディペイントがお仕事で、こんな本も出てます、ベリーペイントの本です。こうね、妊婦さんのお腹に絵を描いてます。
こっちじゃないな。こんな感じですね。こんな感じのお仕事もしてます。あ、ウーパがやっと出てきたよ。よいしょ、こんばんは。これウーパちゃんのご飯。なんかこんな、なんだろう、ウーパールーパーのご飯って糸ミミズみたいなやつもね、あるんだけど、なんかこうキャットフードじゃないけど、なんていうのかな、こう金魚の餌みたいなのも出てて、これだったら怖くないからあげれます。パラパラ、今ちょっと餌あげてるから見えるかな。やっと顔が出たよ。ご飯だよ、ご飯だよ。もう2匹ともね、あんまり動かないんですよね。ぐだぐだしてて、とめさんらしくていいなーって感じで、パンカツさんありがとうございます。まったりしてます。もうね、ウパちゃん動かない。みんなライブだよ。ウパもライブだよ、みたい。動いていいよ。あ、ちょっと動いた。あ、マキリノさん、こんばんは。そうなんです、シモニアさん、微動だにしてくれないんですよ。ウパちゃん、ようやっとご飯に気づいたかな。ちょっと動くけどね。ちょっと動くけど、なかなか。ご飯だよ。おーい。意外と人が近寄ってくるとちょっとわかるみたいで、寄ってきてくれたりするんですけど、今日は全然動かないですね。ご飯だよ。なんか全然餌じゃない方向いちゃったよ。この白い方は、あ、もう今だいぶ大きくなっちゃったんですけど、白くてちっちゃかったから琥珀ちゃんです。こっちの子が琥珀で、こっちの尻尾だけの子、これマーブル模様なんでまだらです。で、多分、緊張してるかもしれないですね。もうちょっといつも餌があると動いてくれるんだけど、鏡が反射、反転してる。あ、そうかも。またインカメ、内カメにしちゃうと文字とかが反転するかもしれないですね。この外のカメラだと文字反転しないんですけど。まだな、顔出してよ。出てこないですね。こっちも餌も食べやしない。まあ、あんま、こんな感じですね、ウーパールーパーは。いつもこんな感じです。餌を食べるところをちょっと見たかったんだけどな。動くかな。あ、ちょっとやる気出てきたかも。琥珀、そこは餌じゃないよ、こっちだよ。あ、ちょっと動いた。おいでおいで。あんまりこう 目があんまり良くないらしいんですよね。でちょっと動かないね。こっちの子に関しては尻尾しか、餌じゃないよ、そっちは。そう、だんだんしゅんさん、だんだん近づいてきてはくれたけど、全然餌じゃないところでパクってしてる。あ、春の大社さん、こんばんは。今日はね、ウパと一緒にライブをしてますよ。お疲れ様です。餌が見つかんないみたいですね。そう、ウパルーパーをね、飼ってるんです。こっちの白い子が琥珀ちゃんで、まだら模様のこの尻尾しか出てきてくれない子はね、まだらです。もしかしたらハマってるのかな。上からなんかハマって出てこれなくなっちゃったのかな。あ、もう、やすなさんかな。あ、
ケンです。ってありがとうございます。はじめまして、トメです。スムパちゃん。なんか餌じゃない方を向いてる。で、黒い子はなんか隙間にはまってるのかもしれないな。大丈夫かな。出てこなくなっちゃったんだけど。マダラちゃん。あ、本当ですか。今おさむさんが昨夜の5チャンネルでは文字が内カメでも反転してなかったって話をだけど、私のだと反転しちゃうみたいです。なんか小倉さんはやあのちゃんと YouTube でライブができる専用のアプリみたいのがあるみたいで、それで配信してるから大丈夫なのかもしれないですね。私のやつだと内カメにしちゃうとちょっと文字が反転してしまうみたいです。もう本当に動かないね。もうちょっとアイスを振る舞って欲しかったんだけどな。あ、こんばんは。大橋さんだ、こんばんは。そうだ、大橋さんグッズをね頼んでいただいたんですけどね、なんだっけな、スマホのケースがまだ時間がかかってるみたいで、まだスマホケースがちょっと届いてなくて、もうすぐしたら届くと思うんですけど、救出した方がいい系かな、この子は。なんか頑張ってる。あ、ありがとうございます。昨日の小倉さんのライブを見ましたっていう方がいますね。安奈さんでいいのかな、ワイ。なんかほんとハマってるな、この子。どうしよう、出れるかな。なんでこんな隙間に入っちゃったんだろう。よいこいしょ。あ、フィルターが。これはどうしてあげたらいいんだろう。ちょっとカメラ置きますね。ちょっと今ウーパー様救出する。この子ずっと撮っててなんかちょっと大変そう。よいしょ。なんでそんな隙間に入っちゃったんだ。よいしょ。まずそっちから出て。そこにいるとハマっちゃうよ。出てこない。また潰れちゃう、ここにいた。なんか動いてやる。なんかで引っかかんない。網で動かさなきゃ動かない。あ、出てこれたか。あ、やっと出てきた。箸でつまんだら無理じゃない。ウーパーちゃん出てきたよ。こっちの黒い子がね、マダラちゃんですよ。なんかオスメスが分かんないんだよね。多分こっちがオスだと思うんだけど。よいしょ。シュッ。あ、マダラ出てきたよ。こっちの子の方が結構懐っこいですね。マダラ、おはよう。こっちだよ。意外とこう動くものにちゃんとね反応したりして、ね、あ、ちゃんと可愛い顔になってる。琥珀。よーい、よいよい。心配してるのかな。でも相変わらず餌が見つからないみたい。そんなすぐそこにご飯あるのに食べないの。食べないです。男の子か女の子かがちょっと分かんないんですよね。なんかこう足の付け根がちゃんともっくりこうもこってしてると男の子らしいんだけど、こっちは女の子かな。だからちょっとまたハマっちゃうよあそこで。まあこんな感じですね。うこちゃんインカメに戻して、よいしょ。
餌の上にいるのに全然餌食べれないんですよ。どんくさくってね、うぱちゃんね。ようやっと食べる気になったかな。まあ、こんな感じで、たまにライブの配信、そう、グラさんに言われて、あの 夜にライブの配信するとみんなねお仕事を昼間はしてるから夜がいいよみたいな話をしてたんで、たまにあのこの時間ぐらいかなに配信ができたらなと思います。でまた妹もねスケジュールが合ってたら、昨日妹も一緒に出てたんですけど、妹も一緒に出れたら、なんかまたライブ出れたらいい、あ、やりたいなって言ってたんで、よかったら妹のチャンネルも見てみてください。で小倉さん、結構皆さんライブ見てくださる方、小倉さんのチャンネルからの方が多いと思うんですけど、またスタンプも作るので、ぜひぜひ次のスタンプも楽しみにしててください。じゃあこんな感じでいいかな。ウファが少しご飯を食べる気になったかなと思ったけど、相変わらず動いてないですね。いいかな。じゃあウパちゃんでウパを見ながらバイバイしようかな。相変わらず食べれてないね。あ、昨日のライブも見てくれてありがとうございます。あ、レイナさんのレイナのチャンネルも登録ありがとうございます。妹あんまりねまだ動画が少ないから、もうちょっと頑張ってアップしなよって話はしてるんですけど、まだまだなかなか増えてないですね。ウファは本当、いつもは餌見ると結構パクってしてくれるんだけど、今日は恥ずかしがってるのか緊張してるのか、いつもと違うのかわかるのかな。食べやしない。食べないの。じゃあちょっとウパちゃんはご飯をね、なんかあんま食べてくれないから、私は晩ご飯を食べようかなと思います。うん、本当に食べないな。でウパルパもメダカもだけど、お水はちゃんと1日汲み置いたお水を使ってますよ。水道水にね入れるとね死んじゃうからね。枝の目の前に来てるけど食べないですね。いらないのかな両方とも。うーん、ダメですね。その食べるとこぐらい取らせてくれると、あ、気づいたかな、ちょっと食べそうな気がしてきた。琥珀、琥珀じゃない、こっち間違えた、マダラだ。マダラ頑張って。琥珀ダメですね。全然そこご飯じゃないよ。パクってしてるけど、うん、美味しそうなご飯じゃないとダメなのかもしれないですね。食いつきがちょっと悪いですね。なんかウパちゃんはお魚とかも食べるから、メダカをね一緒に入れとくとメダカ食べちゃったりします。あと、あ、なんか喧嘩してる、大丈夫、サンドイッチみたいになってるよ。うん、こんな感じですね。まあウパはまた今度ご飯食べるとご飯ちゃんと食べれるところを取ってあげよう。よいしょ、よいしょ。じゃあこんな感じでたまにライブの配信をするので、よかったらチャンネル登録お願いします。で、あの通知のマークの鈴、ベルのマークを押しておくと、あのお知らせが飛んでいくみたいです。で、4月のね2日は何曜日だったかな、あ、土曜日、違うな、日曜日か。4月の2日は私が名古屋の方に出張に行く予定で、タロイモさんと一緒にライブをしようかなと思ってます。よかったら4月2日もぜひ見てみてください。じゃあまたまたライブします。よかったら次がね、多分ボディペイントの動画もアップするんで、あ、今日もよかったです、ちゃんと通知来て。なんか出だしがグダグダしてて申し訳ありません。 ありがとうございます。ぜひ見てください。
4月2日ね。で、ペイントの今日作品撮りをしたので、ボディペイントの動画も近々アップできたらなと思ってます。よかったら見てみてください。じゃあまたねーみたいな、バイバーイ、ご飯を食べます。終了、このいつもね終了のボタンがどこかがね分かってないで、ああぜひ見てください。チャッキーさんもありがとうございます。マキリナさんもいつも見てもらってありがとうございます。じゃあねー。